サネからのメッセージ？すぐに。サネからの呼び出し？もし…お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あ、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え？もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ！どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろん、それだけじゃないわ。瀬戸さんが、ここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら、瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。ええー、そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。
よし、もっともっと強くなる。やっ、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 この調子で行こう。あなた、それなりに戦えるのね。本当にきっついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃に怪異に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に怪罰軍の人に助けてもらったんだけど、それがカサネによく似てる人だったんだよ。それで、カサネに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は、
私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。わかった。やられたわ。風で頼め。倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど。俺を助けてくれた海抜軍の人の件。ええ、海抜軍名簿は確認したの？もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか？そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか？ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人が、レッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょ。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃあ、さよなら。俺も帰ろう。
れたな。少し休むか。あれ？いつの間にスメラギ寮に来たんだ。ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。わかった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。後で兄さんに相談してみようかな。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜軍本部の中だったよな。よこれで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。優勝チームには俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。おー、やったぜ。半分けはどうする？カゲロウ発案つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色のこよりを引いたやつが同じ班な。ふん、さっさと選ぶぞ。半分け決定！二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。おう。心配するな。俺の超能力は防御に特化してる。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。うん。は、お前と組むことになるとはな。カラスが群がるその腕前、見せてもらおうか。なんだこいつ。うん、知っていると思うが、僕はスカウト組の師伝。超能力は瀬戸さんと同じ放電だ。僕の足を引っ張るなよ。努力するよ。それじゃ始めるわよ。班長は当然、僕で構わないな。意義あり。なんだ、アダルトのお前が班長になるとでも言うのか。シデン君よ、お前さん人間性が今3つほどリーダー向きじゃないのよね。
な、僕をバカにするつもりか。ほらほら、そういうところ。今回の班長は穏やかなユイトくんがいいと思います。え、俺ですか？構いませんけど。ユイトくんもそんな堅苦しい話し方はやめようぜ。よろしく班長。スメラギのお坊ちゃまめ、さぞかし命令慣れしているんだろうな。なんだよその言い方は。何シデン、お前ユイトのことやっかんでるの？誰がそんな低俗な。ああ、そういやお前今年の配置外で生徒隊を希望してたんだっけ。残念だったな、憧れの瀬戸隊長がお前を選んでくれなくて。うるさい、さっさと始めるぞ。仲良くやっていこうよ。笑顔あるところに幸せありってバッキーちゃんも言ってるし。バッキーちゃんねえ、こいつはいいや。試練、笑顔だぜ笑顔。無駄話をしていないでさっさと行け。よし、とりあえず周囲を警戒しつつフラッグを探そう。特に目的もなく透明化するのも楽しいもんだぜ。超能力の出番だぜユイト。力を貸してくれ。ユイト、やっまえ。やっ、はい、畳みかけるぞ。全てが作り物だぜ。俺の体は本物だよな。
ユイド、僕の力が必要だろう。おっと、見捨て攻撃か。濡れると機動力が落ちるからな。注意してくれ。天才。ユイド、やった。まだ残ってんの。見つからねえようにな。よしよし、俺たちを見失ってくれたようだ。俺がやる。力不足を認めたか。麻痺して動けないうちに叩いちまえ。そこを突かれると弱いみたいだな。畳みかけるぞ。やったか。決めてくれよ。
よし、討伐数プラス1だ。ありがたくもらっておこう。それ当たるか。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。いただく。遅れてきた成長期ってやつ。来い。いただく。厳しい。いただく。ザコが。近くに物資反応があるみたいだな。よし。いちいち指示するな。さっさと行け。おお、怖っ。噛みつきまくり。チワワかっつーの。調子で行こう。やった。仕切り直した。さよ、このぐらい。しびれて、自由が効かない。仕切り直した。力を貸してくれ。やっ、はっ、せい。僕としたことが。やっ、やるじゃねえの。せい。それ。
この調子で行こう。これってかなりレアものじゃないか。まだ戦える。ユイト、本当にこっちでいいのか？リーダーなら当然死刑くらい頭に入ってるんだろう。いいから黙ってついてこいって。かまってちゃん、まあ方向は合ってるはずだから進んでみよう。任せろ。やったか。よし。やった。やった。よし。敵が珍しいものを落としたみたいだ。試練の放電を使えば有利かもしれない。使わせてくれ。敵は紛れてるぜ。今がチャンスだ。そらせ。畳みかけるぞ。終わりだ。来い。それ。やそら。よし。やった。
せてくれ。やっと。しびれて動けない敵がいるぞ。やっ。出会って。それ。やっ。任せろ。終わりだ。やっ。せい。と。やっ。弱点発見。やな。畳みかけるぞ。本当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんな奴を贔屓するんだ。うーわー、シデン君よ。お前さんがリーダーに選ばれない理由って、そういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。黙れ、アダルト。おい、ユイト。この先気をつけろよ。僕が班長なら、ゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまり、フラッグを探し回るより、ゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。ああ。そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。やっぱりな。重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。こっちの敵は相手で手いっぱいだ。重ねは頼んだぜ、ユイト班長。同じくだ、僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。まだ戦える、今だ。これでよし。このままじゃ危なかったんだ。まだ戦える。よし、やべ、まずいな。それ。これでよし。まずいな。危なかったな。これでよし。
おいおい、重ねってばマジ強え。入隊したばかりとは思えないな。大した腕前だ。やっぱり重ねちゃんはすごいな。く、相手を舐めすぎたか。へえ、噂通りだな。重ねランドールの実力は。重ね、さすがだね。いえ、今回はつぐみと花火の力が大きいわ。あなたの班は仲間との連携に問題があっただけで、やっぱりあなたの力自体は評価できると思う。ありがとう、重ね。別に褒めてはいないけれど。そう？ユイトって変よね。私、何か面白いことを言った？重ねの方が変だと思うけどな。父さんからメッセージ？海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お、何か？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだからかっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。クジもズルしてた。新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。やっぱり訓練の前にいつの間にかスメラギ寮に移動していたことが気になる。もう一度スメラギ寮に行ってみよう。何か思い出すかもしれない。
の時、俺なんでここに来たんだろう。全く覚えてない。やっぱり兄さんに相談するか。ユイト、出撃命令だ。怪異の大発生を確認。場所は配置下軌道。急いで現地に向かってくれ。わかった。ナギは？すでに配置下軌道へ向かった。そうか、ありがとう。すぐ追いかけるよ。仕方ないな。兄さんにはまた後で連絡しよう。瀬戸正体、全員合流しました。よし、みんな、渡るから聞いているな。この配置下軌道に怪異が大量発生しているらしい。断絶の帯がかなり低空まで下がっていて、空中から地下にも入り込んでいるようだ。今さら説明するまでもないだろうが、新人もいることだし、ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ、ナギ？はい、断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしている。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されているから、断絶の帯が濃い場所には近寄るな。どこから怪異が現れてもおかしくない。また断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質がある。もしそうなったら、渡るのテレパシーだけが頼りだ。通信装置を使わないテレパシーだと、俺が一方的に話しかけるしかできないからな。通信装置の機能が維持されるように祈っててくれ。というわけだ。みんな十分気をつけろよ。はい。今作戦は第1連隊第7および第8中隊、第2連隊第1および第2中隊の合同作戦となる。最近ではかなりの大規模編成だな。勝手な行動は慎めよ。特に影楼。俺名指しかよ隊長。まあそんなにむくれるな。第1班は俺とナギと花火、第2班は影楼とつぐみとユイトだ。瀬戸正体は先発する第2中隊を追う形で前進、ポイントアルファへ向かう。了解。はい。初めてだったよな。よろしく、つぐみ。よろしく。ほっ、よっ。一気に攻めるんだ。
行くぞ。やった。地域もあるんだぜ。はっ、よっ、へっ、へっ、
止反応があるみたいだな。
まだ戦える。よっと攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。これでそれみんな大丈夫か。このままじゃ立て直そう。元気出た。Thank you.
らしいぜ。でもバイアスに頼るのは良くないと思う。超能力は自分でコントロールしなきゃ。そら、やっとか。この調子で行こう。
あ、こっちに誰か来ます。瀬戸さん。ナオミ、ハルカから救援要請が届いたが何があった？はい、ポイントアルファ上部から怪異が降下。到着予定の他の部隊の姿も見えず、ゲンマ隊長代理からも瀬戸正体に救援要請を出すように言われてきました。1分後に怪異が3体12時の方角から吸収してきます。敵の最初の攻撃は高速移動から背後に回っての投げ払いです。え、今のはどういう？私の超能力は短期未来予知です。マジだ隊長、怪異がポイントアルファに向かって集まっています。瀬戸隊の現在地にも3匹接近中。すげえ。ナオミ、俺とサスをつなげ。みんな、怪異の大掃除だ。敵を殲滅しながらポイントアルファに向かうぞ。了解。ナオミの超能力、未来が見えるんだね。それって自分の意思で見られるか？はい、でもほんの少し先のことしか見えないんですけど。やるじゃねえのか。すごい超能力だね。ユイトさんにそう言ってもらえて嬉しいです。ユイト、危険な状態の隊員がいるぞ。立て直そう。元気出た。それ無事でいて大丈夫だって。いや、あれは訓練生出席だよ。って、そんなの知ってるよね。お姉ちゃんなんだから。バカだな、俺。この調子で行こう。いえ、ありがとうございます、ナギさん。みんな大丈夫か？悪いな、助かったぜ。まずいな。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。立て直そう。悪いな、助かったぜ。来い。せっ。地面の下でこっちの様子を伺ってる。私たちも姿を消した方がいい。ちゃんと決めてくれよ。見つからねえようにな。みんな大丈夫か？悔しい。ちゃんと決めてくれよ。
でよし。断絶の帯の通信障害がひどい。このままじゃこちらとの通信が途切れ。渡る、なんとか通信を維持しろ。他の部隊はいないのか。ポイントアルファの生存。隊長、天井にヒビが。くそ、カッコ回避だ。強化招待散開しろ。上から来るぞ。セト隊長、セッ、スクビ崩れるぞ。えい、ナギ危ない、避けろ。ありがとう。他のみんなは？ゲンマ・ギャリソンとツグミ・ナザール、無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか？ナギ、今どこにいる？瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわぁ！ナギ、どうした？怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが、お姉ちゃん、まずい、怪異の数が多い、急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。お姉ちゃん、ナオミ、お姉ちゃん大丈夫？大丈夫、
と足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ、重ね。あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。わかったよ、つぐみ。了解。重ね、大丈夫かな。花火は瀬戸隊長と一緒だと思うけど、カゲロウはどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それよりも目の前の敵に集中。そうだな、まずは任されたこいつらを片付けよう。ナギ、悪い。お姉ちゃんは大丈夫。今そっちに。おめえ、お姉ちゃん危ない。やつは力を貸せ。俺も戦います。戦うと決めたな。気を抜くな。一瞬の動揺が命取りになる。いいな、わかった。俺たちの声は届かないのか。
まだやれるよな、ゲンは頼む。能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。待って、ナオミをどこへ送ったの。おい、カサネ、待て。くそ、瓦礫が。アンプルか。セイランの師匠が入っているが。なんだよ今のは。ナオミちゃんが、ナオミちゃんが。ナギ、落ち着け。落ち着けって、お前落ち着いてられるのかよ。あれは何なんだよ。俺だってわけわかんねえよ。わかんねえけど、どうにかしないと。悪い、パニックを起こしてる場合じゃないよな。でもどうする、これから。この中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながらこんな状況を招くとは。ならこうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って、今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒について行ってやってくれ。通信障害が起きてて、本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイタ、気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたなら、カサネはまだゲンマの部下だよな。だから一緒に来てくれ、強化隊の責任者として。そうだな、了解した。ゲンマ、待ってくれ。吹雪連隊長。二人とも無事でよかった。さっきナギとつぐみに会ってね、話を聞いて慌てて君を追いかけたんだ。話って？ナオミのことだよ。彼らにも伝えたけれど、今回のことは決して口外しないように。口外するなってどういう意味ですか？言葉通りだよ。それが君たちを守ることにもなる。それとユイト、ここに来るときにアンプルみたいなものを拾わなかったかな？あ、はい。それはこちらで回収してもいいかな？
そのアンプルは何なんですか？それとも口外できないものですか？このアンプルは簡単に言うと超能力の強化剤だよ。超感覚刺激ホルモンを増加させるものだ。セイランで開発しているとの情報は入手している。ただこれは海抜群の機密事項だ。これ以上は言えない。隠し事ばかりなんですね。そうだね。残念だけど人間が集まると色々な思惑が生まれてしがらみになるんだ。こんな窮屈な蜘蛛の巣には近寄らない方がいい。そういう配慮なんだと思ってほしい。とにかく二人とも一緒に安全な場所へ行こう。いえ、この先にカサネがいるんです。ナオミを追いかけて。あの、カサネが心配なんです。このまま探しに行って構いませんか？わかった。カサネに会ったら彼女にも今回のことを口外しないように伝えてくれ。二人とも無理はしないようにね。こちらも救援を向かわせるようにするから。それと前線本部は撤退する可能性があるから、救援隊と合流できたら各隊のアジトで休むといい。それから改めてスオーへ戻ればより安全だからね。くれぐれも気をつけるんだよ。今日のことを黙っていることが俺たちを守ることになるだって。それに吹雪で隊長のあの落ち着きを、ナオミが怪異になったっていうのになぜ冷静でいられるんだ。ああ、何かが変だ。
カレン連隊長。ユイトに幻魔か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、ナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか。ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。重ねにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセーラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど2本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で、製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろう。だったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめん、コウムル。お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、ナオミのことごめん。あのカイがナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、わかった。気をつけて。じゃ、俺たちも生徒隊長たちと合流してアジトに行くか。
ここがユイトの家のユニットか。確かに地理的にも設備的にもアジトとして使えるならありがたいな。構わないのかユイト。もちろんです。どうせスメラギの家ではもう使ってないみたいですから。じゃあ遠慮なく我が隊のアジトにさせてもらおう。それにしてもユイトが無事でよかった。みんな本当に心配してたんだよ。つぐみなんて目を赤くしちゃって。してないです。つぐみちゃんひどい。俺というものがありながらユイトに浮気するなんて。うるさい。冷たい。そういえばナオミはどうした。ゲンマと合流して強化隊に戻ったのか。それがナオミは、そのナオミは死んだわけじゃない。だけど怪異になったとは言えないよな。怪異にやられました。嘘。ナオミは、だってナオミはカザネの次ぐらいに優秀なエリートで、それにすごく優しくて。それでユイトは元気がなかったのか。辛かっただろう。同期の仲間を亡くすのは、皆一度は同じような経験をしている。だから元気を出せとは言わないが、飲み込んでいくしかないぞ。海抜群で生きていくためにはな。はい。よし、しばらくここで休んでいこう。俺が許可する。その間に心を整理しておくんだ。悲しいが怪異は待っちゃくれないからな。つぐみ、ちょっと今話してもいいか。え、話いいけど。あ、もしかして忙しかったか。なら別に後でいいよ。違うの、大丈夫。ただ心の準備ができてなかったから、ごめんなさい。いや、そんな、全然謝ることじゃないって。俺の方から話しかけたんだから、こっちこそごめん。でも、やっぱり、ごめんなさい。そんなに謝らなくても。私、雑談とか苦手で、どうしても言葉が出てこなくて、すぐ黙っちゃうし、私と話すと、嫌な気分になるだろうって思ったら、つい謝らなきゃって。別に俺は全然嫌な気分になんかならないから。だから気にしないでゆっくり話してくれよ。ありがとう。そういえば何か用事あったの？ああ、用事ってほどのことでもないんだけど、前につぐみが海抜群本部の花壇に水やりしてるのを見たからさ、花とか植物とか好きなのかなって聞いてみようと思ってたんだ。うん、
ーデニング趣味だから。子供の頃からいろんな植物育ててる。へえ、面白そうだなガーデニング。そういえば俺ん家の庭もいろいろ植えてあったっけ。ユイトの家の庭広そう。確かに手入れは結構大変そうだったかな。最近は割と放置されてるし。もったいない。だよな、昔はもっといろんな花が咲いててさ、見て回るの結構好きだったのに。あ、ユイト植物好きなの？え？あ、まあどっちかっていうと好きかな。自分で育てたりはしたことないけど。どんな植物好き？やっぱり花とか、それとも観葉植物？大きい木もかっこいいよね。改めて聞かれるとなんだろう。あ、そういえば昔庭に植えられてた白い綺麗な花があってさ、その花がなんとなく優しい感じで好きだったな。すぐに枯れちゃって短い間しか見られなかったんだけど。花の名前わかる？それがわかんないんだ。その花を植えてくれた庭師のおじいさんもだいぶ前に辞めちゃってさ。あれ、つぐみ？どうしたんだ黙り込んで。私その花見つけられるかも。え、そんなことできるのか？うん、植物のこと調べるの得意だから。もっと情報があれば早いと思う。情報ってつまり花の特徴ってことだよな。確か庭で咲いてたのは冬の時期だったと思う。他には？見た目も詳しく教えて。見た目は花びらが小さくて少し尖ってて、先の方だけちょっとピンクなんだ。葉っぱは丸くて細長い感じで、こう下から囲むように生えてて、大きさはこのぐらいで。伝わるか？大体わかった。あとは花びらの数覚えてる？細かいことだから難しいかもしれないけど。自信ないけど6枚ぐらいだったかな。いや7枚かも。7枚だ多分。ユイトよく覚えてる。それだけ聞ければ十分。調べてみる。名前分かったら教えるから。ありがとなつぐみ。俺もあの花がまた見られたらすごく嬉しいって。おいつぐみ。違う、こっちは鬼神系、もっと小さい輪生の。聞こえてないみたいだ。よっぽど植物のこと好きなんだなつぐみ。熱中してるみたいだし、そっとしておこう。大変だったなユイト。ナオミのことは残念だ。だがそれでもよく頑張ってくれた。今は休め。はい。
お疲れ、ユイト。ごめんな、最後までサポートしてやれなくて。いいんだ、仕方ない。ないよ。それよりナオミが、聞いた、あんないい子が。残念だよ。何があったんだ？嵐が俺に相談したいだなんて。まずはこれを見てもらえるかな。メニュー表？新メニュー祭り開催中、大盛りを時間内に食べきれば代金無料、さらにコーラ1ケースをプレゼント。待ってくれ、まさか俺にチャレンジしろなんて。その通り、ユイトに食べてもらって私は商品のコーラをもらうというわけだ。もちろん食べきれなかった場合の代金は私が持つから、そこは心配しなくていい。相談ってこれか。食い切れる保証なんてないのに。新メニューの宣伝だから量は通常の3倍程度だ。ユイトの年齢なら食べ盛りだろ。いけるいける。でもほら、ここ見ろよ、要予約だって。今からじゃ。心配する必要はない、すでに予約済みだからね。食わせる気満々じゃないか。でもキャンセルするのも店の人に悪いし。わかった、やってやる。苦しい。さすがユイト、いい食べっぷりだったよ。私が見込んだだけのことはある。とはいえ少し無理をさせてしまったな。お詫びに、次に会う時には好きなものをおごるよ。いや、食い物はもういい。そうだ、
だったら今サスの調整をしてもらえないかな。サス？私が？嵐はこういうのが得意だって聞いたことがあるからさ。ダメかな。無理にとは言わないんだけど、少し違和感があるような気がして。仕方ないか。君のおかげで私も利益を得たからな。利益ってコーラか。本当に好きなんだな。君の調整を断らない程度にはね。ではすぐに始めよう。面倒なことはさっさと終わらせるに限る。悪いな、無理言って。別にいいさ。しかし君は思ったよりもせっかちだな。サスの調整なんて後でじっくりやればいいだろう。嵐に見てもらえるのはいい機会だし、なるべく早い方がいいと思ったんだ。もしもサスがうまく使えなかったら戦闘の時に問題だろ。みんなに迷惑がかかるのは嫌なんだよ。君、そこは最初に生存率、自分の命に関わると主張するものなんじゃないか？それではまるで自分の命は二の次とも聞こえてしまう。言われてみればそうだよな。無意識か。やれやれ、長生きのできないタイプがここにもいたとは。君はもっと肩の力を抜いてダラダラすべきだよ。少しはサボることを覚えるといい。サボるってそんなこと。気負いすぎず、手を抜けるところは抜けばいい。適度な休息を取った方がトータルで作業効率は上がる。要するに私がサボりを進めるのは合理性ゆえなんだよ。でもそうやって手を抜いている時に怪異に襲われたらどうするんだよ。それで誰かが傷つくなんてことがあったら。はあ、真面目か君は。そんな性格で生きていて楽しいかね。仕方ないだろ。そういう性格なんだから。実は君のような人間をもう一人知っていてね。どちらも苦労人に生まれついて本当に気の毒だよ。俺のようなって誰のことだ。さあ終わった。本日の嵐サポートセンターの業務は終了しました。恐れ入りますが、また後日ご連絡ください。え、ああ早いな。ありがとう嵐。これで今回無理をさせた分は総裁だ。私も気兼ねなくコーラを楽しめる。それと君、苦労はほどほどにするといいよ。じゃあね。前に会った時も思ったけど、嵐って少し変わってるよな。ありがとね。
れたな。少し休むか。あれ？瀬戸隊長は？少し前に周防に戻ったよ。俺は仕事で戻るが、お前たちは呼び出しがあるまで好きにしてていいぞって。おっと、残念ながら自由行動終了のお知らせだ。瀬戸招待に招集がかかったぜ。やれやれ、お上が働けときたか。用意はいいか、ユイと花火。ああ、私も大丈夫。大丈夫にするしかないものね。だな、海抜群にいる限りこういう別れは必ずある。乗り越えるしかない。そうだな。